て乙女の心意気。逆らうことは許されぬ。謀反人松永久秀を討ちます。信長のもと指揮を取るのは光秀。まずは東に陣取る早朝を狙え。信長、茶番は終わりだ。久秀、信長を楽しませよ。条件を説明します。我が一家、息子の久道が死んだら終わりです。あの孫一って人に死なせないでね。あの人を不幸に落とすのは私だから。あんた、なんでこんなところにいるんだ。なんでかしらね。あなたこそ、なんでこの戦に。俺たち最下心は久秀に雇われたのさ。受けた依頼は必ず果たす。それが俺だ。そんなんじゃ、肩慣らしにもなんないわ。
力で弾き取って。苦しみもだえなき我が輩の許しを乞いながら死ぬことだ。よろしく頼むぞ、功を呼ぶ女神。あなたの喜ぶことはしたくない。あ、乙女を助けるなんて点数高いわよ。警備は手薄でございます。手引き大義、大人もきっとお褒めくださるだろう。内通者がいただって急ぎ天守の守備を固めろ。
浅野もういいぞ。正信らの寝返りは偽りでしたか。さて、そろそろ信長の運命を奪いに参ろうか。開門。さあ、失態を犯した光秀に代わり指揮を取れ。皆の者、松永軍を押し返すんじゃ。全救援軍、ちょっと服が汚れるじゃない。遅れを取ろうとはな。敗走。